フリードリヒ・ビル・ヘルムは、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公国の大公。全米は、フリードリヒ・ビル・ヘルム・カール・ゲオルク・エルンスト・アドルフ・グスタフ。メクレンブルク・シュトレーリッツ大公、ゲオルクの長男。1819年10月17日、ゲオルクとその日であった、ヘッセン・カッセルルン・紅白・フリードリヒ三世の娘、マリーの間に、第二子として、ノイ・シュトレーリッツで生まれた。 少年期を当地で過ごした後ボンで歴史を学び、ついで一時イタリアスイスへ旅行してから、プロイセン王国の陸軍に仕官した。フリードリヒビルヘルムは1843年6月28日に、バッキンガム宮殿で、イギリス王ジョージ三世の七男ケンブリッジ公爵、アドルファスの長女アウグスタと結婚した。その後彼は、オックスフォード大学で学んでいる。 1851年からフリードリ・ヒビル・ヘルムの死力は悪化し、最終的に彼は盲目となった。1860年にフリードリ・ヒビル・ヘルムは父の死去を受けて大公位に就いた。1866年の広島戦争において、火のアウグスタの実家であるハノーファー王国はオーストリア帝国側に就いたが、フリードリ・ヒビル・ヘルムは中立を保つのが最良であると、 思いつつもプロイセン王国側についた。戦後メクレンブルクシュトレーリッツ大公国は来た。ドイツ連邦に加盟し、ついで1871年には、ドイツ帝国の構成国となった。なお、ベルサイユ宮殿の鏡の間で行われた、ビルヘルム一世の戴冠式に自身は出席せず、大使のアドルフ・フリードリヒを左見している。1904年5月30日、フリードリヒ・ビルヘルムは、 ノイシトレイリッツで死去した。対抗位は、長男のアドルフ・フリードリヒが継いだ。ヒのアウグスタとの間には、以下の一難を設けた。ありがとうございます。